精神バイパスの橋桁落下事故で救助活動は1時間余りに及ぶものだったことが分かりました6日午前3時過ぎ静岡市清水区の国道1号精神バイパスの高架化工事中に橋桁が落下し2人が死亡6人が重軽傷を負いました消防によると隊員らは通報からおよそ20分後に現場に到着 救出完了は午前4時41時時1分でで活動に1時間余りかかったとということです関係者によると死亡した2人は橋桁を下ろす高所作業中に転落したほか地上にいた警備員は落ちてきた橋桁と歩道の柵に挟まり消防隊員が柵を切って救出したということです。